海と日本プロジェクト in 秋田県、相葉しおりです。私は動物が大好きです。猫って可愛い。かつて猫は船の守り神と言われ、穀物などネズミ対策として海運船に乗っていました。また猫が湿気に敏感なことから天気予報までしていたと言われています。さあ、こちらにはこのように可愛い猫ちゃんたちがたくさんいらっしゃいます。ちょっとですね、あちらの方に行きますと、北方港猫を守る会というふうに書いています。ちょっとお話を伺ってみましょうか。今はだいたいどれぐらいの猫ちゃんたちがいらっしゃるんですか？40ぐらいじゃないかなと。全体ね。船帰ってくると魚もらえるの分かってるもんだから集まってくるんですよ。7匹ぐらいもいっぺんに乗ってくるんですよ。やっぱりこういうふうに飼われてるっていう活動をしていると、勝手にこう猫ちゃんたちを持って行ったり、もしくはこう置いていってしまう方々もいるというふうにお聞きしたんですが、猫の問題の後ろに人間の問題があるなということもなんか垣間見えてきたので、可愛がってくれればいいんですよ。連れて行くのはなんぼでも。だけども一言言ってほしいわけですよね。どこの自治体でもみんな言うんですね。そうやってね、野良猫に餌をやるなと。そんなこと言っても解決しないでしょ。それだったらこの会みたいになんとかみんなで協力して、いつも世話をしてくださってる方がいて、その方がみんなを可愛がって一頭ずつに手を差し伸べて撫でて慣れさせてっていうので、この子たちの手術は本当にいい販売に進んでるんです。ここは今秋田県から地域猫として認められて、いろんなサポートを受けてます。だからそうするための最低限の努力っていうことを皆さんがどこでも少しずつやっていってくれれば、猫たちが一頭でも不幸な猫たちは少なくなっていくかなと思います。本当にお話を聞いてると、猫ちゃんたちが悪いんではなくってこううまくね、こうバランスといいますか、皆さんとの生活とのバランスなんだなっていうのはすごく思うんですけど、猫は可愛いです。責任を持って愛しましょう。海と日本。